ドラムストラック。2005年6月16日にオープンしたオフブロードウェイショー、南アフリカからのパーカッショニスト11人によるアフリカンミュージックイベント。このショーの特徴は、全てのオーディエンスがパフォーマンスに参加するインタラクティブパフォーマンス。全ての客席にはジェンベと呼ばれるドラムが置かれ、オーディエンスはパフォーマーからの手ほどきとともにステージで展開する南アフリカズールー族の伝統的な音楽と歌のリズムに合わせてパフォーマーたちと一緒にドラムを楽しむ趣向になっています。つまりドラムストラックは見るだけのショーではなく、自らが参加するエンターテインメントショーになっています。見どころは南アフリカのプリマティブなリズムをバックに演じられる力強いパーカッションとダンス、そしてもちろん見ているあなたもジェンベを叩くことでパフォーミングエクスペリエンスを満喫することができます。はじめは簡単なリズムから、そして次第に高度なリズムへと移行しますから、どこまでついていけるかであなた自身、または一緒にいるお友達のリズム感がおのずと分かるという楽しみもあります。南アフリカで開かれたラグビー試合では2万5000人のオーディエンスがジェンベをパフォーマンス。その中にはエリザベス女王やブッシュ大統領も入っていましたが、彼らのリズム感はどうだったのか興味深いところです。ところでドラムパフォーマンスといえば、オフブロードでロングランを続けるストンプがあります。ストンプがさまざまな物体が作り出す思わぬサウンドを楽しませてくれるショーであるのに対して、このドラムストラックはリズムの真髄を楽しませてくれるパフォーマンスといえます。私の推薦スコアは3スターズです。